アップバンク TV のハラミンです。よろしくお願いします。イエーイ。皆さんこんにちは、マックス、皆さんこんにちは、マックスソレです。お願いします。グサです。よろしくお願いします。久しぶりのワールド来たー。来た来た。操作方法がわからない。いや、ほんとそう。どうやったら自分がやりたいのはこれですね。あ、それ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 、はい、おー、全画面にどうやってするんですか。で、はい、家の前にチェストを用意させていただいてまして、その中にエンダーパール。おー、50。はい、こんだけあればさすがに。おー、50ぴったり用意しましたんで。ハマってる。落ちた。さすがにこの数、ほら、これはいける、これはいけるってコメントが。この数あっていけなかったらもうね、やばい、逆に運が悪い。で、エンダードラゴンっていうのはエンダーパールが50個あるからっつって、まあたどり着けはするんだろうけど倒せはしないんでしょうね、きっと。それはまた別ですね。松明とか一点持とうよ。はい。ああ、懐かしい。近そう。そしたらもうスタートしようよ。そう、そうですね。村井さん、いやー、あれ今なんか今なんかふわっと村井さんが半分画面に。先ほどですね、あのハラミンさんのスキンはっていうコメントがあったんですけど、ありましたね。あのハラミンさんにホストをしていただくとなぜか反映されなくて。そうなんですよ。そうなんですよ、で、あのスティーブの顔になっております。そうなんですよ。だからまあこれハラミンさんかどうかってぶっちゃけ関係ない感じね。いや、そんななんでまだそういうことを言う必要ないでしょうよ。否定していくなぁ。卵、うわ、もうさっきまでエンダーアイしか入ってないチェストがもうなんか汚い、ゴミだらけみたいになって。7個持つよ、7個。7個持つよ。はい、いっか。よっしゃ。ってか、急に大きい声出しまう。じゃあ、ハルミさん、今から始まるよ。お願いします。投げるよ。はい、せーの、ほい。お、投げすぎ。みんなで、みんなで、村井さん、投げすぎ。割れた、割れた。え、1個割れたかな。なぜ3つも投げたんですか。7個ありましたよね。いや、ちょっとね、ちゃんと負けは分散投資しよう。分散投資。はい。え、ここで終わったけど、ここどこポンじゃないんだよ。この地下にあるの。この地下。まさか。もうちょっとあっちの方行こうか。っていうか、1個もう割れちゃったよ。割れましたね。6個でたどり着けるかな。10個ぐらい持っててもいいかもしれないですけどね。じゃあ、もっと。だから割れるんだって。花火さん、ダイバーチまで行くよ。行きましょう。じゃあ行こうぜ。はい。寝るぞ、ここで。ほい。ほい。行くぞ。ほい。こっちな。投げる、ここら辺で一回。え、もうちょっと行く。いや、いいっすよ。投げたいっすよ。はい。行くよ。はい。せーの。この場所も懐かしいな。はい。え、そっち？あっちだ。あっちだ。あっちだ。あ、割れた。え、割れんの早っ。こっちっすね、村井さん。こっちしかも、音パリン。いい音したね。はい、割れるの早いね。早いっすね。なんでなんだ、これ50個でいけるのか、本当に。安心しろ。うっす。大丈夫さ。大丈夫ですか。こんな割れる。あ、ちょっと怖いな、ここから。狼がいるね。はい。一回投げとく。投げましょう。これで、私は方向に向かって投げますよ。はい、これまで来てる方向に。はい。じゃあ、進行方向に向かって投げますよ。はい。後ろに行ったらラッキーね。はい、そうっすね。行くよ。はい。せーの。はい。落ちた。あー、ちょっと。また前。木に引っかかった。割れた、割れてない、割れてない。村さんの左に。ああ、落ちた、落ちた。おう。あっちっすね。まだまだあっちだね。ジャングルの木が見えますね。そうですね。若干ジャングルのような。じゃあ、本当に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 ジャングル行きましょう。行きましょう。結構、向きがもうなんか、いや、俺もちょっとやばいと思う。もう、木が。いや、もう大丈夫です。大体方角が合ってます。本当っすか？はい。まだ。これで後ろに行ったとしたら、はい、もう、ありますね。もうあります。中にあります。もうあります。いや、どっかにはあるんですって。ありますね、じゃなくて。でもここら辺ですよ。準備できました、参ります。はい、お願いします。せーの。はい。あー、合ってる。壊れた、割れてない、割れてない、割れてない。何も言ってないです。言ってないね。方向合ってる。合ってる、合ってる。進もうぜ。いや。だからこっちだ。もう抜けるね、これで。はい。落ちてしとかない。今来たけど、大して進んでなさそうでよかったって。結構距離としては進んでますよね。あ、進んでますよ。あ、海。海。海。私め船を持ってまいりました。さすが準備、用意周到のマックスだね。一晩をここで明かしましょうか。この辺で1個投げてみます。投げちゃう？はい。じゃあまず卵から。うわ、水の中に。投げますよ。はい。あ、先に寝た方がよくない？寝た方がいいですよ、ね。もしかしたら海の中にあるかもねってきましたね。海の中は辛いな。ありえるんですよね、海の中。ありえるんか。そうなの。ありえるんですよ。やだな。投げるよ。はい。あ、さっきの卵から生まれた？あの鳥。
海の中で孵化したレブタケ。いくよ、はい、せーの、ふい。あー、全然あっちだ。私のマイクラがクラッシュしたね。私のマイクラがちょっとクラッシュしたね。ちょっと同じ場所、同じ場所、同じ場所、同じ場所。イエーイ。同じ場所じゃなかった、気が気じゃない、てかなんか下になんか下に邪魔、下の邪魔、バー邪魔。だってバーどうしたらいい、バー邪魔、バー邪魔だよ、バー、バー、バー、アイテム水飽きたけど行こう、ふぅ、ふぅ、ふぅ、さあ、これどこにあんのやろ、海の中かな。地球の端っこの空を見に行くんだ、あなた笑えあなた、遺跡みたいなの発見したね。本当だぜ。これの地下行きますか。行かない、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 なな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 投げます。投げましょう。はい。また私がこれで消えたらごめんね。はい。いくよ。せーの。はい。おっちどー。お前。エンダー。取った。おお。どこ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 。すげえ、ショットガンタッチみたいに取った。え、誰が？村井さんが。嘘。村井さんに吸い込まれてきましたよ。嘘、やった。おお。まっすぐ行くぜ。意外と遠いな。行くぜ行くぜ。そうですね、もうちょっと近くにあるかなと思ったんですけど、だいぶ伸びたから結構距離あるね、本当に。ああ、なるほど。そういう理屈。なんか我々目指してるのなんか最初のやつと違うんじゃねえの。最初のやつ、なんか最初のやつすげえ近く落ちませんでした。ああ、どうなの、もしかして通り最初のやつ5、6マスで落ちませんでした。どう、もうこんな大会ですよここ、はい、陸がなさすぎて困りましたね。帰るのも一苦労じゃないですか。ここで投げてみます。投げてみましょう。そうですね。はい。投げてみましょう。怖い怖い。砂漠。もう砂漠。砂漠とかにあればいいけどな。砂漠にあると嬉しい。我々今日何を探してるんでしたっけ？え？我々今日何を探してるんでしたっけ？エンダーパールの行き先ってどこですか？要塞。よ、あ、要塞なの、はい。要塞がある。はい。あ、要塞なの。何なんですか？投げます。数チェック。何なんですか？じゃない。数チェック。数チェック。数チェック。せーの。おぉ、全然出ない。割れた、うん、割れた割れた。あっちに結構遠いな。このワールドは外れっすね。ここまでやって半年以上やったワールドですけど、結構外れワールドで聞きましたね。そんなことないで、結構神バッグだったと思いますよ。もうだって1時間以上経過してるでしょ。笑えない笑えない、この展開。メサ探しは苦労しましたね。寝ましょう、はい、はい、寝て投げてみましょうか。さあ投げますよ、はいはい、エンダーイヤーフー。あっちだ、割れた。いや割れてない、上に乗せたのか、木の上か。じゃあしばらく陸で行こう、海も飽きたからな。投げる前、後ろに行ってほしいけど、まあまだいや、せーの、はい、全然出せない。海海ショットガンタッチ。あ、ダメだ、村井さん後ろに落ちた。後ろ後ろ後ろ、おー、拾いました。返せ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 。遠いなぁ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、近かったから。ん、はい、おお、よし船乗るか。遠い遠いですね。村井さんがもう飽き出したぞ。いや、あの青春かよの CM 結構私の中でつぼっちゃったんですよ。何を CM を、あの CM、 日清の CM なんですけど。あれか、なんか家あるぞ、家。ん、え、家がある、うん、なんか家あるぞ。え、これ家でし
玄関あんじゃん、玄関。え、何あれ、これ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 何これ何これ、海の中家あるぞ、みんな海の中家あるぞ、ちょっと一回潜ってみるぞ。ええ、何やちょっと待って、そんな見たことないっすよ。よいしょ、ん、え、何、暗消えた、暗暗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 暗、でもあるな、ほら明らか家じゃん、明らか家ですね。え、何何あれ、何何何、みんなハテナってほら、ハテナ、え、なにこれ、なにこれ、海の家定期って、いや、海の家海の家ってな、海の家って言えねん、要塞と違いますねって、要塞ではないと思う。これ突入、カルミさん突入してみて報告してくれ。でもね、暗くて見えないですよ。ちょ、じゃあ私も行ってみるよ。え、ちょっと上まで行った上で落下してみますよ、舞台として。タイムラッツどうやって置くんだ、うん、水中ハウス、え、え、行きます、降ります、はーい、溺死しないようにだけ。え、暗、無理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 、ちょっと上がるね一回。砂で埋め立てるか。危ない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 砂置いてみてもらっていいですか。どうやって置くんだ、明らかに様子がおかしいです、ね、私もよくわかんないです。割と砂たくさん取りました。これでなんとかなりますか。寝れるんだったら早く寝たいね。明らかに目的地じゃないことは確かなんですけど、うん、何かはすごい気になりますね。すごい早く見たい、ね、この砂を、砂を、砂、砂、砂を、砂をどうしたらいいですか。砂落とせなかったんですね。砂を落とし、あー、そっか、一番、一回一番下まで届かないと砂置けないんですよ。いや、そうなんだ。そうなんだ。持ち物的には結構、あれしてるから。あー、なるほど、今寝たし。うん、そう、あ、そっかそっか、そうですね、今リスポーン地点がここなんで、うん、砂を落としてその砂にはしごかける。なるほど、確かに空気ができますね、そうすると。これ、落下、地面についたかどうかってどうやってわかんの。いや、もう右クリックを押しながら真下を向いて沈んでいくっていうことですか。あ、そういうこと。じゃあここら辺からいくよ。いいかい、右クリックを押しながら真下いくよ、はい、いいね、はい、右クリック。あ、近づいてきてる、暗いけど。行ったらすぐ帰ってくるんですね。あ、帰って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 奥の無視してよ。上がった方がいい、上がった方がいい、大丈夫だと思います、間に合うと思います。イエーイ、イエーイ。もうあと2個プラスした、もうちょっとプラス、はしごかけるのが良さそうですね。じゃあ木材か、はしごが必要だな。エッチか、覚えてる、イエー、覚えてる。18あればいけそう。はい、貼り付けていくだけですね。すげー、あー、いつ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 い、さっきこのハンド外れって言ってなかったっけ。外れ外れ外れる。なんなんだろう ね、まさかの新しいのを我々見つけちゃったパターン。え、アップデート来たんかな。あれ、足りなかった。松明もちょっと持ってっておいたら、ここまで来たら。あー、確かに、行ってくるぜ。でももう着きますよね。もうあと2個ぐらいですね。まあそんなにたくさん48作る必要なかったですね。すげえ、いやもう絶対絶対なんか建物やん、近かったんですね。近すぎて置けない。おう、石、石、石畳か。石だ、しかもこれは要塞、もしかしてワンチャン要塞の可能性。松明は置けないのね、これ。水の中は置けないです。要塞じゃねえってことですか、これだって。石畳、あ、要塞って。え、これ要塞、え、目指してるとこ、目指してるやつこれ。いや、あ、まだ確定なんですけど、ちょっと見てみて。ここ穴掘っていいんですか。普通になんか横降りて回り込みましたよね。ほら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 、うわっ、うわ、何何、アイスパイ、え、何、え、進捗達成、ちゃ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 、何、村井さんこれ何、ちょっとちょっと、何、要塞どころかですよ。何何何何何何、要塞どころか、何、あ、なんかいる、なんかいる。もう一回、もう一回言ってください、もう一回、もう一回、もう一回言ってください。いや、こんなん初めて見た、こんな人。何、何、要塞どころか、これがゴールです。要塞のゴール、ゴールって何、これゴール、はい、ゴールです。ゴールで何がいるの、やば、どうしたの。ちょっと階段登ってみます、気をつけて。やめて切る、やめて切る、下げばいい。これは湧き潰しシステム出てくるので、ちょっと気にしないので気をつけていただいて、
これがゴールです、目的地です。これがゴール、はい、どういうこと？基本的に要塞っていうのはランダム生成で、本来あのネザー要塞みたいに入り組んだ要塞がグワーってどあの地下にできるのが普通なんですよ。でその入り組んだ要塞を進んで進んで最後の最後これが見つかるっていうのが大体のパターンなんですけど、うん、これだけこんな風にドンってあるのは普通ない。奇跡起こすな。すげえ。これやばいんだね。じゃあもうわけわからんですよ、ほんまに。あ、危ない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 溶岩があったから明るかったんですね、その鉄格子の向こう側が。はいはいはい、それで扉が複数あるように見えたんですね。待ってきた、ちょっとめちゃ出てきた。あー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 やめて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 。あ、死んだ。もううーしゃいやーすごかったね。でこれどうすんの？壊しちゃダメだ。よく観察していただくとボタンがあるよね。はい、ボタンのようなものがあると思うんですけど、それはエンダーアイです。これがボタンではなく、はあ、これがエンダーアイ、はい、なので殴る。いや、他の埋まってないものにエンダーアイを埋めるとこれが、あ、じゃあさっき持ってきたエンダーアイをここにポコ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 はめると、はい、スタートって感じですね。持ってくるか。ただまあ数が足りないんで一回戻らないといけないっていう。ああ、拠点に足りないですか？足らないと思います。1、2、3、9個、全部12個足りないと思います。1個足りない。ちくしょう。いやー、よかったよかった。前半戦終了。この島小さいな。小さいですね。こんなんワンチャンあれですよね、散歩中に見つけたみたいなこともありえましたね。そうっすね。ね、ひたすら西に行った時ありましたもんね、うん、あれはなんだみたいなところから、うん、じゃあ降りますね。はい。うわ、小さく。じゃばーん。 OK。じゃあ座標メモって死ぬか、ベッドぶっ壊して。あ、そうっすね。いやー、我々は本当にショートカットしましたね。しましたね。すさまじいショートカット。大丈夫です。行きます、ハネさん。はい。 I'll be back。 いや、カンバクサーモン、カンバクサーモン、おー消えてった、すげえ。カンバクサーモン、行きますよ。行きます。はい。俺は蘇る、 I'll be back。 おー懐かしい。おー、来た、クイズラの口からこんにちは。エンダーアイ。もうこれで十分かいね。十分かいね。オッケー。あー、アズマン、すげえっていうか、まったいら。ただいま。別に、別物になってる島が潰しておきました。すげえ。おお、お前ら早っ。おお、帰ってきた。帰ってきたぜー。全部一旦入れた。で、寝よう。ここで寝れば私もここの民、私は赤いベッド。おお、帰ってきたー。よしよし。そんなわけで皆さん、ここまで2時間でございますけれども、はい、我々生田畑のハードルを乗り越えてついにたどり着きましたね。そうですね。イエーイ。要塞4、完全攻略。じゃあいざ討伐、はい、どうなるか分かりませんが、そうですね、一回休憩します。バイバーイ。